はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです、ファイナルファンタジー10 HD リマスター版続きやっていきたいと思います。でですね、戻ってきました。マカラーナの森で、の出口のあたりですね、まで戻ってきました。で、スフィア版の方も若干進みましたね。若干でしたね、結局。でね、これ HD リマスター版のパソコン向けのやつなんですけど、ちょっと変わったことができまして、スペシャルフィーチャーっていうね、これ、キーボードからね、F1 キーを押すとゲームスピードが変更できたりとか、あと F2 キーでキャラクター強化されます。あと F3 キーでエンカウントがね、多くなったり、普通。あと、ナッシュっていうのもできます。で、オートバトルっていうのもできるんですね。で、これは、なんだろう、周りの表示を非表示にするってことかな。そういうのができるんですね。なので、案外早く帰ってきました。エンカウント0にして、スピードを、2倍、4倍っていうのもできるのかな。まあ、2倍ぐらいにして、で、帰ってきました。で、近くに来たら戦闘をしたいので、こう強化で、強化するとですね、戦闘中、1ターン過ぎると、完全復帰するというやつでしたね、これなんかやったら。なので、なんかレベルを上げたりするのも、裏でやろうと思えば、非常に楽っぽい。楽っぽいですね。これエンカウント多い、左下見てくださいね。あと右上に剣が出てますけど、左下エンカウントなし、エンカウントノーマルでできるんですね。あと強化オン、強化オフ、強化オン、強化オフで2倍速で、左上にですね、その2倍速とかの表示が出っ放しになります。これをやってる間は4倍速、普通って感じですね。ということで、一応ノーマルでいきますけども、そういうこともできますよというお話です。こちらね、さてストーリーの方を進めていきましょう。あー、ここか。これ確かいきなりムービーなんじゃなかったかな。クラスコに声かけましょう。こんにちは。見てくれよ、これいつも俺一人の留守番なんだよな。あー、はいはい、首が痒いんだな。よかったな。わかるんだよね、クラスコはね。よくわかるな。あー、チョコボの気持ちがなんとなく伝わってくるんだよね。もしかしたら俺、騎兵よりもこういう方が向いてんのかもな。な、俺どっちの仕事が向いてるかな。ここはね、飼育係にしましょう。理由はですね、後ほど出てきますけど、こっちの方がねお得なんですね。で、しかもやっぱクラスコは飼育係の方が向いてるでしょう。そう思います。そうか、俺もそんな気がしてたけど、こりゃちょっと真面目に考えてみるかな。で、大赤屋の前に戦闘になっちった。戦闘になっちったわ。カタリーさん大丈夫ですか。あー、やっぱスピードがな、ついていけないという悲しみ。こいつかなんか取れるか。北極の風、カタリーちょっとだからな。どうしようかな。ルールーで、魔法を使いますか。ファイラルールーはね、若干強くなりましたよ。で、あとアロン任せよう。うわ、リュックー、
ワッカ、ワッカじゃなくてアーロンだ、アーロン、アーロン。いや、ワッカでこいつを倒そうか。あと出てないのはなんだ、ユーナが出てないか。ユーナはちょっと先進めて、アーロンに、先は長い、行くぞ。リンゴやか、こんないい場所とこんないい場所とか、婚礼のお祭り騒ぎに乗れば大儲け確実じゃねえか。ん、なんだ、俺から買ってくれるのか。大若屋の味方っす。おお、そうこなくっちゃななんかいいの売ってる、頼むよ。おお、なんか、あ、先駆けプラスですね。これちょっと買っとこうかな。ただの先駆けだとなんかもったいなくてね。これなんだ、リュックか。物理攻撃、魔法攻撃、リュックのこれ装備しておいて、毒防御、沈黙、あ、沈黙はいいな。石化とかあんのかな。これ誰だ、リュックか。ヒットポイントプラス、もう雷ハンギは多分ね、あんまり使わないと思うんだよね。で、これちょっと高いけど買っちゃいますね。 OK。 大赤屋の、大赤屋アイテム、アイテムは一緒か。ここセーブポイントないかな。 あったあったあった。ちょっとじゃあ皆さんに話を聞いていきましょうか。寺院はすぐそこだ。なぜここで止まる。寺院は何が起こるかわからん。準備は怠りなくだろ。今のアロンの言い方に似てた。早く行こう、ちゃちゃって出発しようよ。いいですね、リュック。ユーナ、思い詰めてるわね。やっぱよ、こんな暗い気分になる結婚って変だよな。そりゃ変だ。今さらやめろよ。ふん、俺はガキの頃から優柔不断でよ。あ、開き直ってるし、ヒッヒーンってなもんだ。いいね、輪っか好きだな。じゃあ話を聞いてみますかね。ユーナ様はシンワロ氏とご結婚なさるとか、まずはおめでとうございますと申し上げておきましょう。しかしいささか残念ですな。いささか、ユーナ様ならシンを倒して何説を招いてくださると思うたが。ユーナは結婚しても旅はやめないってさ。おお、それはそれは素晴らしい覚悟ですな。あ、語らなかったですね。語ってもよろしい。あ、あったあった。いいですかな、どうぞ語っていただきましょう。このマカラーニャ子は1年を通じて凍結しとるんですわ。1年通じて、どんなに暑い日でも氷は絶対に溶けやしません。湖が凍っているのは寺院の祈り子様が放つ陶器の影響ですな。今回はこれだけですかな。あら、短いね。じゃあこっちの方が大赤屋よりもちょっと微妙っすよね。アイテムは、あ、アイテムこっちの方が多いじゃないか。マップ、マップね、なんかね、結構意外と使えんですよ、合成かなんかで。手榴弾はちょっと持ってるといいかな。
イポーションもそこそこありますね。よし、いいんじゃないですか。じゃあちょっとユーナに声かけてセーブしていきましょうかね。ニコニコ旅すんだろ。うん、そうだね、頑張るよ。ユーナ思い詰めてますね。さてじゃあセーブをしまして、行きましょうか。でここで辞典を手に入れました。で辞典の方はですね、アルベド語辞典第3巻だけないんですね。でこれはですね、後で取る機会があるのでそこで取りたいと思います。そこ逃すとね、もう取れなくなっちゃうんだよね。ムービーになりました。ユーナ様、お迎えに参上いたしました。こんなに早くにお返事をいただけるとは、全くもって予想外の出来事。こいつらひどいね、なんか強引だよね。何も告げずに留守にしたこと、シモア様に成り代わり。それはいいんです。あの、一つ聞きたいことが。何なりと。私、結婚しても旅を続けたいんです。シモア老師は許してくださるでしょうか。それはもう、シモア様もそのつもりでいらっしゃいます。行ってきます。うわ、行っちゃうのか、なんか怪しいよね。さて、グアドのしきたりがありましてな、皆様はもう少しだけここでお待ちください。ほどなく迎えをよこしますゆえ。怪しい。あの、ガードはいつでも召喚師の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。おお、悪かったな。ん？お前のセリフだった。ユナ。了解っす。ああ、なんかあったときは吹けと。ああ、アルベド族だ。さて戦闘のようですね。ここはね、あ、こっちになっちゃった。戦闘がしゃあないな。ワッカは戦いますか。で、リュックに盗ませて、アーロンにも戦わせて、で、キマリにも戦わせて、ちょっとね、セーブに戻ろうと思ったんですね。あの、私の性分です。ご勘弁を。そしたら戦闘になっちゃった。まさか戦闘になるとは思わなかったんだな。っていうのもですね、ちょっと一回スフィア版を進めてから行きたかったんですね。ちょっとユーナの分が進められないけど、まあちょっとでも進めようかなと。全然進まないですねこれじゃ。アーロンのね、これを取りたかったんです。攻撃力アップ。ちょっとでも強くなるからね。カタリーは関係なかった。あ、ワッカも攻撃力取れるな。こんなもんかな。で、ちょっと装備の方で
物理攻撃、雷攻撃の方がいいような気がするんだよな。雷攻撃ない、あった。多分ね、アルベド族なんで雷攻撃の方が有利なんですよね。ない、まあこんな感じでいいでしょう。アルベド族は機械ですからね、機械なので雷の方が有利なんですよね。で、あそこの宝箱はこのイベントが終わらないと取れません。うわ、やられちった。ここはどうしようかな、さっさと行きますか。ただカタリンのこのあれを取りたいな。ルールーでなくて輪っかにして、これどっかで回復させてからじゃないと戦えないですね。リュックで盗んで、ちょっとでもちょっと経験値貯めてから行きますかね。アーロンまだ倒しちゃうなよ。でルールーで魔法で倒していこう。ああ反対だった。さてと、リュック、ちょっと慎重ですね、ちょっと慎重に行きたいかなと。何取った、幸運か。じゃあ行きますかね。任せろ。かたじけない。とあめる。ユーナを連れてっちゃうのか。ユーナ様。それはユーナ戦闘に参加しないと困るよな。いやいや、ルーハナ、読みうだわ見せが。リュックと呼びましたね。おお、来たよ機械が。魔法か、召喚獣か、空気を寄せたわけ。魔法も召喚獣も封じ込めるって。通訳、魔法と召喚獣を封印して。読めたぞ。たしやめ。やっちまえとか言ってますけどね。さて、魔法と召喚獣封じ込められるっつっても、全員にはとりあえず回さないとね、経験値が入らないですからね。とりあえずリュックで盗もう。これ技は関係ないだろうな。あ、ディレイアタックは使えるぞ。うん、魔法防御見切り、で、他のやつにも攻撃をさせていきましょう。アビリティアタックとか効くのか。お、効いたぞ。ガートリングとかちょっと嫌だな。お、全体攻撃か。ユーナアビリティアタックしかないからな、しょうがない、戦っとこう。で、あとは
ばっか攻撃したっけ。狙う。ガトリングは結構あれだな、地味に効きますね。っていうのは、あ、白魔法も使えないの。じゃあちょっとユーナ変わろう、肩に。パワーアタックも使えんのか。こっちアタック系は使えるんだな。パワーブレイクはダメだろうな、きっと。やっぱりね。地味なスロットル、これな苦手なんですよ。もう何でもいいや。あ、失敗。本当は雷をしたかったんですけどね、ダメでした。雷魔法を使えるようにした方がいいのか、ちょっと迷うな。輪っかでハイポーションでアーロンを直そう。でアーロンの秘伝はこれは多分ねうまくできないんだよ。あ、これその前にディレイにしよう。ディレイ、ディレイアタックできなかったっけ。どうしようかな。リュックの調合で何かいいのできないかな。電気玉と電気玉で、本体に行かないですね。魔法ビームまで3ターン。じゃあまずルールーで、サンダラ1万2000もまだあんのか。突撃とかされてる、大丈夫か。魔法ビームは2ターン。どうすかな、決まりの攻撃でなんかいいのある。水属性は多分あんまな。自爆しちゃダメだからジャンプでいっときますか。でルールーがもう一回いけるからテンプテーションのサンダラやってみる。回します、回します、回します。もう一個、もう一個あんまり大したことないな。よし、突撃避けた。でアーロンでユーナにして、でマスター召喚でイクション。でトールハンマーどうですか。お、結構いきましたね。魔法ビームまで1段。これか。何魔法だろう。あ、一撃でやられた。マジっすか、一撃でやられましたね。
でね、忘れてたんですけど、ボス戦の時はあの召喚獣のね、あのこのなんていうんだっけ、オーバードライブみたいなやつを満タンにしとくとよかったんですね。すっかり忘れてましたよ。アーロンで、ディレイアタック、これ大事ね、ディレイアタック突撃してくるけど、でユーナの魔法が使えるんでサンダラ入れよう。あ、もう終わりじゃん、やったね、勝てました。お、結構行きましたね。ユーナ様、もう行っちゃうのか、なんか喋らせろよ。デーク、タケシ、耳打てるアナハ。親父に言いつけるからなってことかな。ユーナをガードし、ハッサーナ、ユーナマガミギョウズ、インハベヤコアナ、ガミギョウズ。肝心なとこ読めないな。ハスゴ、きなめねアナハ。どうなっても知らねえからなかな。ガードになったって言っちゃった。仕方ないよね。なんでアルベド族の言葉知ってんだ？なあ。私アルベド族だから。あれ、私の兄貴。知ってたのか。うん。なんで黙ってた？あんた怒るでしょ？最悪だぜ。ハン・エボンのアルベド族と一緒だなんてよ。私たちはエボンに反対なんかしてないよ。お前ら禁じられた機械を平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか。シンが生まれたら人間が機械に甘えたせいだろうがよ。証拠は？証拠見せてよ。エボンの教えだ。曲もたくさんある。答えになってない。教えってさ、もっと自分の頭で考えなよ。じゃあ教えてくれな。どうしてシンは生まれたんだ？それは分からないよ。エボンの教えをバカにして結局それかよ。でも教えだからって何も考えなかったらこのままだよ。いつまで経っても何も変わんないよ。変わんなくてもいいんだよ。シンが復活し続けてもいいの？もしかしたらそれ止められるかもしれないんだよ。俺たちが罪を償いきればシンは復活しない。どうやって償うのさ。教えに従って暮らしていればいつかは償えるんだよ。なんか話にならないね。リュック、え、これは動くのか？うん。あれに乗ろうってのか。まさかアーロンさんもアルベドじゃない変だよ、わっか。何が？リュックがアルベド族だって分かったら急に怒るなんてさ。ここまで仲良くしてただろう。そりゃお前、俺スピラのことはよく知らないけど、アルベド族がどんな人たちなのか全然知らないけど、リュックはいい子だと思う。リュックはリュックだよ。リュー、アルベド族を知るいい機会、そう考えてみない？キッ放っておけ。簡単には受け入れられない。ごめんね。あんたが謝ることないわ。さーて、行くっすか。運転できんの？お、運転する気満々だぞ。負けられないっす。ワッカのこと嫌わないであげてね。大丈夫だって。そういえばここ一番ね、確かに相性のいい人と乗るんじゃなかったかな。なぜルールが相性がいいんだ。ルーのことどう思う？私、そうね。あ、そっか、なんか好きだとかなんとかってちらって言ったっけ。そんだけ。悪い子じゃないわ。それはわかる。だろ？
ワッカもさ、それは分かってると思うんだよな。うん。ワッカも頭固いよな。エボンの教えってそんなに厳しいのか？教えのせいだけじゃないわ。え？あいつがアルベドを嫌うのはチャップのことがあったから。ああ、機械の武器使ってたんだっけ？でやられたんだよな。みんな真のせいか、クソ親父。何？ああ、こっちの話。あのさ、シンって誰かが変身するものなのか？そんな話聞いたことないけど、どうして？なんとなく、うん、シンは罰であると同時に私たちの罪が形になったもの。うん、結局わかんないってことか。考える必要あんまりないから、逃げるか戦うか選ぶだけで精一杯よ。あんまり深いこと考えない方がいいわ。なんかさ、いいのかそれで。やっぱりあんた本当に真のない世界から来たんだね。はい、ということでいろいろ話ができました。確かこの中にセーブポイントがあったような気がするんだよな、入ってすぐに。ないか。じゃあちょっとオートセーブ入ったのでここでね終わりにしたいと思います。でさっきクラスコのとこにあの宝箱ありましたよね。あれをね裏でちょっと取りに戻ってきます。でまたここに戻ってきた時点で、次回ねスタートしたいかなと思っております。まあ、宝箱の中身は大したことはないと思うので動画にはしませんけども、裏ではね宝箱は取りに行きたいと思います。それではね最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。